京都聖火大学は、京都府京都市左京区岩倉木野町137に、本部を置く日本の私立大学である。1979年に設置された、大学の略称は、聖火台、聖火など。本館とスクールバス店が、池田大宝館内部の通路1968年に、現在の所在地に開設された京都、聖火短期大学を前身とする4年生大学。現在は、 芸術学部、デザイン学部、漫画学部、ポピュラーカルチャー学部、人文学部及び芸術研究科、デザイン研究科、漫画研究科、人文学研究科の語学部、4研究科を構える。2014年から漫画家の竹宮稽子が学長を務めた。2017年9月23日、理事会において、次期学長に、マリ共和国出身の結び、佐古人文学部教授が、 千人承認された。教育理念は自由自治人間尊重。この理念はかつてであれば、大学主催の学園祭、木の祭に加え、学生主催の学園祭、五月祭が開催されるといった形で実践されていた。しかしながら、学生団体の長年にわたる決算書偽造による自治会票量や、幹事による自転車の窃盗など相次ぐ不祥事により、 団体の解散や学祭の規模縮小が行われ、特に学生間において自由自治は境外化している。また、2016年10月に学友会所属団体において学生自治回避の不適正な決算が判明した。現在は学生自治会に代わる組織は存在しない。学園祭は大学祭実行委員会が組織され運営にあたる。また、大学設置当初より、 公式な効果、交渉を制定していない。大学敷地内や敷典内での国旗の形容や国家の斉唱などを行っていない。大学の理念を反映した講演会も数多く行われており、2000年にはダライラマ14世を日本の非宗教団体として初めて招聘した。日本で初めての漫画学部を設置した大学として知られている。 とりわけ2000年以降、文部科学省の私立大学学術研究高度化推進事業として、京都聖火大学表現研究機構内に漫画文化研究所を、また京都市と共同運営する形で、京都国際漫画ミュージアムを開設、運営するなど、文化、表現メディアとしての漫画の研究、収集、保管、展示に力を入れている。さらに、 平成27年度から文化庁より委託を受け、メディア芸術連携促進事業を実施し、メディア芸術分野の文化資源の運用、展開に参画している。また2004年には、教育活動の発展と向上を目的に、学内に教育推進センターを設置した。ここでは、ISO14001 認証を受けている。 キャンパスを活用した新しい教育システムの研究や EMS 構築支援活動を通しての自立した学習者の育成プログラム、その他地元、京都の伝統産業や地場産業と連携した教育実践プログラムなどが提供されている。なお、これらの活動は複数回にわたって文部科学省の大学教育改革支援事業である特色ある。 大学教育支援プログラムに採択されている。1968年、境外化した学問の自由と大学の自治の回復を目的として、岡本聖一所大学長を中心に、現在の所在地に、学校法人京都聖科学園により、京都聖火短期大学として開設。当初は、英語英文化と美術科のみの短期大学としてのスタートであった。1979年、 美術学部を開設。同年、短期大学美術科を廃止。10年後の1989年には、人文学部を開設すると同時に、短期大学英語英文科を廃止。1991年に、大学院美術研究科。1993年に、大学院人文学研究科を設置するなど、4年生大学としての拡充に努める。2006年以降、デザイン学部、 漫画学部、ポピュラーカルチャー学部を新設し、芸術教育の領域を拡張している。2021年メディア表現学部、国際文化学部を開設。学部大学院研究機関学外アートスペース、このほか留学生の入学前支援のため、京都日本語学校と協定を結んでいる。2007年1月15日に、京都市佐京区で発生した本学の学生が、 殺害された事件。被疑者は検挙されておらず、2021年現在も未解決。ありがとうございます。